どうもこんにちは、なっちでございます。本日は8月の28日、すげえなんかパソコンがウィーンって言ってて音入ってたらすいません。めっちゃなんかうなってます。いやうるせえな、どうした。やっと静かになってくれました。今日ですね、すごい発表がありましたね。なんとパズドラと初音ミクがコラボということで、いやこういうねでかいタイトルはね、できればね公式配信とかで言ってほしいんですけどね、絶対盛り上がるじゃん。まあその後にゴッドフェスなんかーいっていうツッコミは絶対入ると思うんですけど、今回の、初音ミクコラボの詳細といたしましては、8月31日もうすぐですよ、しあさってかな、木曜日の12時より開催される初音ミクコラボスーパーゴッドフェスにミクさんとルカさんが出るということで、まあ、つまりは闇鍋ってことですよね。コラボガチャではなく、ぶち込んだるわっていう。新フェス芸2体増やしましたみたいな感覚でしょうね。大変だ。高いんだってあのガチャ。狂っとるもん。いや、ただね、僕ね、スーパーゴッドフェスをね、弾くのめちゃくちゃ久々なんですよね。がっつりと。あ、で、その前に、ミクさんはすでにいまして、このゲームに。知らない方もいるかもしれませんが、シンカリオンのコラボですでに貴族生として実装されておりました。だから今回もワンチャン来なんじゃないのかって思ったら来でした。超嬉しい。だって貴族生のフェスゲンね、遡ること、ミリーちゃんですよ。最後ミリーちゃんとコンラート以来来てなかったんですよ。他の属性もまあ言うて来てなかったのかな。でもそうだ、モリリンがここで省かれたから、まあ、ホノリン・アワリンは非属性って判定でいいのかな。光でしょ、で火でしょ、で僕持ってないけどロイの血が水でしょ。そんなフェスゲンも頻繁には追加されてこなかったんだね。で闇、水、多色ばっか多色ばっかやん最近ので、久々に貴族生の、まあ、フェスゲン、ミクさんのことフェスゲンって言っていいのか分かんないけど、まあ、今回だけだと思うんだよね。しかもね、まあ、ずっとミクさん今後もゴッドフェスにいますってわけじゃないと思うんで、今回だけだと思うんですけど、まあそういう枠でミクさん実装されて、しかも貴族生で多色じゃないんですよ。嬉しいね。性能見ていきましょう。まず10コンボ強化4つ、ミクさんめっちゃ火力出します。で、まさかのこの時代に追い打ち覚醒って、これ何、追い打ち覚醒何これと思ったんだけど、まあ本人のスキルとリーダースキル見た感じ無駄ではないのかなって気がしますね。いや、そこボイス覚醒であるよって思ったんですけど、まさかのボイスがないっていう。で、スキルが全ドロップのロックを解除して回復に変化。4ターンで回復花火です。ラファエルが泣いちゃいますよ、こんな。ラファエルだって16ターンだよ。無効化ついてるわ。強えな。で、身型に木ドロップを生成。区型に水ドロップを生成と。で、これが村子さんのポストによると、こういう感じらしい。なんで4ターンで3色作れて、しかも両方無効化組めちゃうぞっていう、なかなかね優秀なスキルなんではないかと。4ターンにしてはね。でリーダースキルが機密回復の同時で 77% 軽減、3コンボ加算、そして10コンボ以上で攻撃力が上昇最大60倍。60倍ですよ、ついにここまで来たかと。なお必要コンボは20コンボということで、76前提な感じがしますけどね。まあでも本人のスキル4ターンだからリダチェンすることはたやすいですし、潜在もね8枠あると。これね BGM がついてくるかららしいんですよ。それでよい。でもつまりじゃあ BGM 確定あんのか、そういうわけでもないのかな。 BGM がついてるキャラが8枠あるだけで、確定が絶対にあるとは限らんのかな。まあ今んとこね、公式側は何も言ってないんで、確定ガチャがありますみたいな。あると嬉しいけどね、多分みんな欲しいだろうから、確定ガチャあったらちょっとね、儲けになんないっすよね。いや、これはまあ僕は確定ガチャ欲しいっちゃ欲しいけど、なくても、まあまだ許せるわ。どうなんだろうな、この書き方。BGM セットが解放される予定ですだもんな。ウルトナってさ、メダルとかはあったけどさ、ガチャはなかったもんね。こいつらって8枠あんのじゃ、あれないの、お前らないんだ。こいつら BGM ついとったことない、つまりあるんじゃねこれセット。どうなんだ、あれな気もしてきたな。
ガンダムみたいな。ガンダムパターン。だ本家のきっと BGM でしょ。違うのかな何もわかんねえ。現状何も予想できねえ。多分ね、明日、明後日にはね、詳細が出ると思うんで。まあ、それ待ちましょうか。確定ガチャあったらいいなって感じで。で、このスキルですけど、普通にランダムとかでも強そうですよね。固定生成なんで、何かと需要はありそう。あ、で、武器触れてませんでした。武器なんですが、枝豆2個に指3つ。なかなか尖ったね、武器ですよね。てかさ、これ衣装武器にしてるけどさ、本体どこ行った？いつも気になるんだけど、夏ガチャの水着武器とかあったじゃん。あれ本体どこ行ったのっていうね。脱いだ本人どこ行ったんだよって気になりますけど。これすげえ、ステータスがちゃんと最後、ミクになってるわ。6239。攻撃に関してはミックミクだしね、もうこれ。ナンバーもちょっと合わせてないこれ。39だよ。狙ってやってんな、これ。で、スキルが3ターンの間ダメージ吸収と属性吸収無効化、自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。まあ、貴族生には貴重なね、ダブル吸収無効なわけですが、これがミクさん本人についてても悪くなかった。それぐらい貴族生困ってます、吸収枠。で、一応ルカの方も触れておきましょうかね。ルカは音符型に冷闇をね、生成するバージョンですね。回復花火は変わらず。リーダースキルは上限がない感じか。回復消すたびに3倍。回復消すたびは結構強くない？十字とかさ、五個消しじゃなくていいんだ。回復が消えればいいんだ。回復目覚めがあったらめっちゃ強そうですね、これ。で、武器は無股間に指、あ、指三つは固定か。しかも両方ね、ヘイストだからね、スキブはないけどさ、初動で使えそうなあれしてますよね。てな感じでね、僕はね、頑張らんといかんことになったんですよ。確定ガチャがあったにしても、まあ、4体いればループしますし、さすがにミクさん艦隊は作りたいんで、久々に戦いです。スーパーゴッドウェイズ。がっつり引くの本当に1年ぶりとかじゃないかな。頑張ろうと思ってます。これで謎が解けました。この前ね、発表されたエンキドゥ。エンキドゥの交換キャラ、来月出るって言われている。いや、今更エンキドゥとかさ、で、キミズの目覚めとかさ、誰が使うねんって思ったんですよ、あれ。覚醒アルテミスの頃におったら嬉しかったよっていう。今更さ、キミズのパーティーなんてないやろって思ったら、そういうことだったんですね。ミキさんのサブにエンキドゥぶち込めと。で、なんならエンキドゥは 7×6 マス持ってますので、エンキドゥが、7×6 リーダー。で、ミクさんにリーダーチェンジ。っていう戦法も取れるわけです。結構だからね、まあ、倍率も凄まじいし、77% 軽減も普通に強いんでね、かなりロマンのあるキャラクターだと思いますが、76潰しにはちょっと注意したいですね。いやー、確率 1% あってほしいな。石10個ですからね、2やってもいいよ。2.5 でもいいよ。3でもいいよ。2.5 あると嬉しい。3は多分ない。2か 2.5。1はやめてくれ。っていうのが、現状の感想です。またね、明日明後日の発表を待って、木曜日、頑張りましょう。どうしよう。配信はさ、正直直後にしたいんだけど、やっぱ人がね、たくさん集まるのは、夜だよね。夜やろうかな。またその辺も、アンケート取ってみたいと思います。というわけで以上。とりあえずまあ、ミクさん貴族生で実装されたんで、嬉しかった動画でした。バイバイ。